皆さんこんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です。今回は商標編の商標の申請までの流れということでですね、商標を取るために申請手続きを行うというところで、そのプロセスを実際に見ていきたいと思います。で、今回ですね、僕が普段お世話になっている方に商標を取りたいというご相談を受けまして、それで僕がいろいろとサポートをさせていただくことになりました。で、その方はですね、パーソナルトレーナーをやってまして、でそのトレーナーのスタイルがちょっと変わってまして、覆面、つまりですね、マスクをかぶりながらトレーニングをしているというものになっています。で、その名前がですね、覆面トレーナーというふうになっています。で、ちなみになんですけども、その方のそのパーソナルトレーナーのスタイルとしてはですね、もともとその方がアクション俳優をやっていまして、で今現在は引退したんですけども、その時のスキルを生かしてですね、アクションを取り入れた、トレーニングということで、目的はダイエット、シェイプアップということになります。僕もですね、これまでダイエットはですね、長年いろいろ試行錯誤して、なんとか身につけたところがあるんですけども、やはり一つ鉄則的というか、ダイエットにとって大事なところとしてはですね、やはり強度の高い運動ですね、これが大事になってきますので、アクションはですね、非常に強度の高い運動となってますので、なかなか合理的かつ画期的な方法かなというふうに僕も思っています。で、あとですね、ちなみにそのトレーナーの方、イサムさんという方なんですけども、実はその方も YouTube の動画を撮って、それを配信しています。ですので、せっかくの機会ですので、今回僕とコラボしませんかというご提案を受けまして、そのあたりもですね、面白いなというふうに思いまして、今回コラボさせていただくことになりました。で、今回ですね、その商標を取るまでの実際の流れをお伝えするために、そのイサムさんのスタジオに行ってですね、まず事業内容ですとか方針をヒアリングして、それで、しっかり事前に情報をつかんでから、また申請手続きを行っていくという流れになるんですけども、実際にスタジオに行く前にですね、その申請の流れ、一般的な流れについて、僕の方で今回の動画でご説明していきたいと思いますので、まずはそちらをご覧いただければと思います。それではですね、どうぞ本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、商標の申請までの流れについて見ていきたいと思います。で、ここで商標の申請という言葉を使っているんですけども、正確にはですね、出願と言います。もっと正確に言うと、商標の場合はですね、商標登録出願というふうに言うんですけども、ちょっとなかなか聞き慣れない方もいらっしゃると思いますので、申請という言葉を基本的に使っていきたいと思います。で、その商標の申請の流れなんですけども、まず最初はですね、その商標を取りたい方のところに伺って打ち合わせを行いますと。で、その後、そこでですね、現在の事業の内容ですとか、あとは今後のビジョン、これをしっかりヒアリングするところから始まります。商標を取る上ですね、まず商標を取りたい名前、今回覆面トレーナーというものがあるんですけども、ただこの名前をどのような事業の内容について使っているか、あるいは今後使っていくかというところをしっかり聞かないとですね、しっかりとしたその商標という権利を取ることができないんですね。なのでこの作業はすごく重要になってきます。そもそもその知財というものがですね、経営とか事業のためになければいけないので、単に商標を取ればいいというものではないということなので、その本質、根本的にあるその事業とですね、ここを見ていくことが非常に大事になってきます。それが終わりましたらですね、次に同一類似商標がないかどうか調査を行います。で、これは今回で言うとですね、覆面トレーナーという名称がすでに商標を取られていないかどうかですね。で、あるいは覆面トレーナーと同じじゃなくても、似ている商標がすでに取られていないかというところを、僕の方で調査をします。で、それを調査してですね、その内容を次にですね、3番目なんですけども、この弁理士、僕がですね、提携かつ所属している、特許事務所の弁理士の方にその調査結果を報告しますと。で、それで特に問題がなければですね、正式にこの弁理士の方に依依頼をするということになります。でちなみになんですけども、商標のその申請、出願という作業ですね、弁理士の資格を持っていないとできません。で僕は弁理士試験の勉強をこれまで結構してたんですけども、ただ実際まだ資格取れてませんので、それを行うことはできませんと。なので、弁理士に頼む必要があります。で、その弁理士の先生にですね、依頼した後は、その事務所側でですね、指定商品、サービスを決めるという作業を行います。これはですね、その覆面トレーナーという名称をどのような商品、あるいはサービスに使うかということを細かく決める作業になっています。で、実はですね、この作業が非常に大変というか、細かいところになってくるんですけども、非常に重要になります。これをしっかりやらないと、権利として、穴ができてしまうんですね。なので、たとえ権利が取れたとしても、後々使えない権利になってしまうとか、その穴を突かれて、相手に商標を取られてしまうとか、そういったことにもなりかねませんので、ここはですね、本当にしっかりやらなくてはいけない作業ということになります。ですので、商標のその申請をお願いするときにですね、ここの作業をしっかりやってくれる特許事務所さんにお願いするのがいいと思います。で、この作業が終わったらですね、実際にもう書類を作成して、で、それで4つ目、最後、特許庁へ申請ということになります。で、特許庁に書類を出してですね、あとは特許庁側でその書類を審査するということになります。で、審査して、特に問題がなければその商標登録と。いうことになりまして、で、問題があったらですね、拒絶理由ということで、登録を受けられない理由が通知されます。で、それに対応してですね、拒絶理由を解消すれば、彼で商標登録と。で、解消できなければ、商標取れないということになります。ただですね、商標の場合は、登録率といいますか、成功率がですね、大体7割から8割ぐらいになってきますので、登録できる場合が多いということになります。で、費用もそんなに高くありませんので、仮に失敗したとしてもですね、そんなに大きな損害は出ないということになります。で、以上ですね、このように商標の申請の流れをお伝えさせていただいたんですけども、次回、その覆面トレーナーのイサムさんのですね、スタジオに行って、実際どういったトレーニングをやっているかとか、今後どういったビジョンを持っていられるかというところをですね、ヒアリングしていきたいと思います。で、普段僕が喋ってる内容とは違うことをですね、ご覧いただけると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは本日はこの辺で失礼させていただきます。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もぜひご覧ください。